こちらが天満屋の通りになります。で、ここが天満屋のバスターミナルです。はい、というわけで、ね、今日はね、岡山、シンフォニーホールの目の前に来てます。この目の前には、まあ、路面電車通ってたりとか、まあ表町商店街がございます。で、今日はね、ちょっとこの表町商店街中を通って、ちょっとね、栄えてる場所にね、今日はちょっと行ってみようかなと思います。この中なんですよね、商店街いくつもあって、それまとめて表町商店街っていうんですけども、昔はね、結構たくさんの人でにぎわっていたそうです。で、今となってはイオンとかそっち系の方がかなり人が多い場所になっております。ここにね、タバコ屋さんがあります。ここが岡山のね、お土産物とかを扱っているお店です。以前もね、行ったことあるんですけど、ここが時計台ですね。1991年って書いてあります。この表町商店街入ったら結構目につく、オブジェなんですけど、鳥じゃないわ、恐竜ね、恐竜が2体と、あともう卵のやつなんですよね。なんかこれストーリーがあるみたいです。なんか卵を取ろうとしてる恐竜がみたいな話を聞いたんですけども、卵をね、はい、恐竜の赤ちゃんをプテラノドンが、狙っていると。岩場から母親のティラノザウルスが赤ちゃんを見守っています。発泡スチロールでできています。じゃあちょっと進んでいきましょう。
こちらが天満屋の通りになります。結構ねこの辺は栄えております。ブランド、ね、品ブランド品とかはねもう天満屋行けば揃うみたいなね感じで、昔からねブランド品といえば天満屋という感じでございました。はい、ここもねもうおしゃれなお店がいっぱいあります。ねこれロッツ、でここが天満屋のバスターミナルです。映画館ですね。ここの通りは結構本当にあの昔ながらのね感じでございます。天満屋バス停このちょっと路地裏ですね。にもねいろんな商店というか、まあ、ご飯屋さんあったりとか、まあ、建物は結構ね昔ながらですね。この上とか見たら特になんかあんまし見ないようなね突起したなんか壁というか、いやーこれもすごいな。ところどころからねすっごいなんかご飯の食べ物のね匂いがするんですよね。なんかレストランみたいなね感じの洋食の香りが、します。
から先に行けば、オランダ通り、でシンフォニーホールが見えます。結構なんか人が列並んでます。何でしょうか、ここ。あ、カレーショップね。ちょっとね、いろいろと探索したいね、お店がこの辺はいっぱいありますね。はい、いうわけで、戻ってきました。城下地下ねっていう場所です、ここは。で、禁酒会館かな、禁酒会館っていうのも存在します。で、この禁酒会館の横に岡山城の一部が残ってます。というわけで、まあ、今日はこんな感じでね、この岡山の街並み、昔栄えていた、昔と、まあ、今もそうなんですけど、昔結構ね、中心となっていた、商店が立ち並ぶこの表町商店街の一部をご紹介しました。それではまたよろしくお願いします。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。